横須賀目線。この速報入ってきまして、今日ロシアは今日から極東で大規模軍事演習ボストーク、これ東の方って意味なんですけれども、スタートしてます。ロシア4つの軍管区を持ってまして、東方訓練は4年に一度ということになります。持ち回りでやってる訓練ということになるんですが、具体的にこちら見ていきます。これが訓練が行われる場所、これはロシア国防省が発表してきています。当然ウクライナ侵攻後初の大規模軍事演習ということになります。で、前回から規模は縮小されているんですけれども、たくさんの国が参加しているということなんです。これはロシアに兵器依存しているということもありまして、義理立てもあって参加しているということです。で、一つキーワードがやはり日本にとってはこちらです。北方領土で行われる訓練で、これいつ行われる見通しなのかっていうのが一つ言われているのがこちらです。9月3日、これは第二次世界大戦の時にロシアが日本に勝ったとする日と、ロシアが決めている日なんですね。あさってなんですが、あさってこの国後とか択捉島とかミサイル部隊がいますので、訓練が行われる可能性があります。で、もう一つ気になるところがありまして、それがこちらなんですよね。中国との連携、これ軍事連携になりますけれども、これがどのくらい深くなっているのかってところを専門家含めて注視が集まってるんです。その理由がこちらです。はい、まず今回ボストーク自体の訓練に中国は陸海空軍同時派遣、これは初めてということになります。特に海軍に力入れるということなんですね。日本海とオホーツク海などで展開する可能性が指摘されています。そしてこれ、ロシアと相当連携してないとできないことなのではないかと言われているのがこうした車両なんですね。これ戦場で電磁波をコントロールするための車両ではないかと言われてまして、これ中国の車両と言われてるんですけれども、そうするとシナリオが用意したってロシアと、それに対して沿ってきっちりやっていかないとできないことなので、これきちんと連携が図られているのではないかと言われてるんですね。で、なんでこのタイミングで中国が参加するかと言いますと、このやっぱり対米ですね、アメリカに対しての牽制であるということですね。で、今までだったらそのロシアが中国に手を貸していた形なんですね。中国はロシアの兵器体系なのでというところがあるんですが、はい、今は立場逆転して国力衰退するロシアに助け舟を中国が出す形になっているということが指摘されているんですね。ただ、もし北方領土の訓練でしょ、このボストーク自体じゃなくて、ここに中国が本当に参加したら、これ日本を刺激することになるんです。で、今月末ですね、日中国交正常化50周年があるんで、参加しないだろうという声がある一方で、ロシアに配慮して参加する可能性もあって、9月3日以降ちょっと注視が必要だということなんですね。で、ロシアにとったらやはり北方領土って極めて今重要、戦略的重要拠点なんですけれども、なぜかというとこちらなんですよね。やはりアメリカに対しての防衛線というのがあるんです。こちらの地図を見ていただきますと、オホーツク海とかベーリング海挟んでアメリカとこう対峙しているわけなんですよね。で、今年7月です。極めて重要な地域なんだとプーチン大統領言ってるんですね。で、改めて発表してるんです。で、超重要地域としてこの北極海域とオホーツク海水域を挙げています。で、ここにこの最大の原子力潜水艦、これ世界最大と言われるベルゴロドを配置しています。さらに今開発中なんですが、このベルゴロドに載せようとしているのが核搭載可能な魚雷、載せられますポセイドンというのも開発中なんです。これをこのカムチャック半島付近に原子力潜水艦の基地があるんですけれども、ここに配備しようとしています。で、これが対アメリカに向けてのものなんですけれども、当然ここに配備するので日本にも大きく影響します。このあたり含めまして、ロシアの狙い、安全保障上の戦略だけじゃないんですね。そのあたり含めまして、小泉悠講師に聞いています。アメリカとの軍事的対立が長引くプラス、ロシアの経済力は落ちていくということを考えると、やはりこの北極海やオホーツク海に配備した原子力潜水艦の戦略的重要性っていうんですかね。これはますます高まっていくだろうと思います。今、ロシア海軍が建造している原子力潜水艦、新しいものがいろいろあるんですけども、実はこの多くが今後太平洋艦隊に配備されてくるということになって、
なので、その太平洋艦隊の原潜部隊の規模自体がこれから先かなり大きくなるんじゃないか。アメリカの CNN によると、全長184メートルを超えるベルゴロドは、現存する最大の潜水艦とされています。従来通り人間が乗る潜水艇なんだと思うんですよ。でかいハッチがついていて、ポセイドンを発進させられるんじゃないのかな。潜水艦ベルゴロドに核魚雷が搭載可能なポセイドンが積まれるのではないかと、アメリカなどが警戒を強めていると指摘されています。敵国の沿岸で爆発することによって都市を吹っ飛ばしてしまうとか、敵艦隊の付近で爆発して艦隊ごと吹っ飛ばすであるとか、そういうことができるんだと、プーチンは言う。こういう用途がポセイドンの任務のメインなのかどうかっていうのは分かんないですね。メインはやっぱ水中で工作を行うとか、人間がやってたことを無人で行えるようにするとか、そういうシステムなんじゃないかな。その水中工作でも日本に影響があるとしています。中露の潜水艦の活動が海底ケーブル沿いに集中してるとかってことも確認されます。有事になったら相手の海底ケーブル切ってやろうってことはおそらく確実に考えると思いますし、アメリカ海軍も海上自衛隊も潜水艦を送り込んで、当然ロシアにしてみればそれを見つけて除去していきたい。プーチン大統領、こんなことも話してるんですね。ロシア海軍が北極海で活動する能力と準備体制を実証したんだって去年誇示してるんです。これ映像があります。こちらご覧いただきます。これ北極海での訓練なんですけど、下から出てくるのこれ原子力潜水艦なんです。しかもこれ1隻だけじゃないんですね。3隻同時です。同時に 1.5 メートルぐらいの氷を割って出てくる能力をわざわざ見せつけてるんですね。ここはロシアの海なんだぞってことを示すために、あえてこういう動画をアップしているということなんです。ただこれ軍事力だけの誇示じゃなくて理由があるんですね。それがこちらです。地下資源とこれ北極海航路です。詳しくこちら見ていただきます。これですね、やはり石油、それから天然ガス、これかなりがここに眠ってるんです。で、海底の浅いところにあるんで掘り出しが可能ということと、今地球温暖化でこの北極海航路が通れる時期っていうのがどんどん長くなってるってこともあって、ロシアからしてみたらここは自分たちの海なんですよね。ただこれに脅威を感じているのがアメリカです。アメリカにとっても目の前北極海だからですね。なのでつい先日発表しました、北極担当大臣を指名すると。で、ここにまた中国も絡んでくるんです。氷上のシルクロードだとして投資を行っているということで、大国同士の覇権争いが起きると。で、もう怖いのは、とにかくロシアが国力衰退しても、そのバックに経済力のある中国がいてしまうというところで、対立が深まっていく、覇権争いが起きるという構図になってしまっているということなんですね。ただ一つ、やはりちょっとここで心に留めておいたい、おきたいのはこちらですね。ゴルバチョフ元大統領亡くなりましたけれども、この方についてはいろいろ評価が分かれますけれども、核なき世界を訴えて核軍縮を行ったのと、それからもう死ぬ間際まで対話の継続の重要性を言っていたんですよね。今こういう状況に対して、この特に対話ですね、ここの重要性改めて訴えたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。